コージュな緊急連絡です。チェンジオーバーコージュお疲れ様でした。Completed。周辺に反応多数、注意を。
Thank you.
emergency code. Avoid. どのクエストにする？のクエストにする？
これで終わり？調子に乗るな、小娘！敵にそんなことを聞くの？教えるわけないじゃん。あとはあなたを喰らうだけ。来てくれたんだ。ちょっと待っててね。すぐに終わらせるから。すぐにって言ったの？私を、このアプレンティスをどこまでバカにする気よ、このアクスの小娘が。クラリッサ、あれ？逃げられちゃった。残念。まあいっか。力の大半はこの場に封じておいたし、今度会った時に殺せば。ねえ、あなたも私のこと怖いって思う？本当？本当に本当？私、一度だけ他のアークスに戦ってるところを見られたことがあるんだ。私は助けたつもりだったけど、あの時の顔は忘れられないな。うん、忘れもしない。自分とは違うものを見る顔。ああ、私は普通の人とは違うんだなって、あの時自覚した。何も言わずに逃げていったその人に、私は声すらかけられなかった。怒ることも、悲しむことも。そしてそれ以降、絶対に誰とも出会わないように動いてきた。私が守るべきみんなから嫌われたくないからね。もっともあなたには会っちゃったけど、でも見ての通り、私はすごくて強くてとっても怖いんです。ダーカーもダークファルスもこの身に喰らい消し潰す、そのためにいるから。だから、もしも怖いのなら、もう会わない方がいいと思う。私なら大丈夫だよ。私はそういう役割だから。みんなが笑って暮らせるように、私は戦う。一人で、最後まで。みんなのために。
なんでって。私はそのためにいるからだよ。当たり前でしょ。変な話しちゃったな。こんなんだからとどめも刺し損ねちゃうんだよね。それじゃあさよなら。おやおや、随分と化けの皮を剥がされちゃって大変だね、アプレンティス。うさ、負け犬が何の用？よく吠えるね。僕が助けてあげなければ今ので君は死んでいたはずだよ。命の恩人への挨拶にしては言葉が過ぎるんじゃないかな、ウジ虫。君が望むならこの場で踏みつぶしてあげても構わないんだけど。見てみなさいよ、足元からむさぼり食らって糧にしてあげるわ。やめようか、不毛な会話は知能を低下させる。それでアークスに組みするつまはじき者が私に何の用かしら。僕はアークスに組みしてなどいないよ。彼らもダーカーも世の中の全ては僕の駒に過ぎないんだからね。ゴタクは聞き飽きてるわ。何の用かと聞いてるのよ。何？悪い話じゃないさ。君にぜひとも協力したくてね。アークスの支配は着々と進んでいるが、君が先ほど交戦した彼女についてだけはガードがとても固く調べがつかない。三英雄は僕の好き勝手に動かせるものなのに、あれにだけは手が出せない。シオンに邪魔されてしまうんだよね。わかるかな、情報が欲しいんだよ、とびっきりの生の情報がね。そのための準備もしてある。君は復讐を、僕は情報を。共に目的を果たすためにここは一つ手取って取り合ってみないかな。私すらもあなたの駒ってわけかしら。否定はしないよ。言っただろ、世の中の全ては僕の駒に過ぎないってね。はーい、
師匠、ようやっと見つけたぞ。また人のために動いてんの？さすがというか、なんというか、相変わらず忙しそうだな。でも、そういうことをしてきたから強くなったっていうのなら、俺も真似してみるかな。見つけたぞ、問題児。レギアスのジジイ、勝手に自治訓練に向かうなど随分と好き勝手な真似をする。苦情が私にまで回ってきたぞ。いいじゃんかよ、のびのびと戦ってた方が成績もいいんだし。だがそういう戦い方ではいずれ大切なものを守れなくなる。よくねえけど。とにかく規則は規則だ。いかに才能に優れていようとも例外はない。さあ帰るぞ。帰って説教の時間だ。騒がせたな。こやつのことは私に任せ、君は任務に戻ってくれ。緊急警報発令。オラクル戦団進路上にダークパルスペルソナの。どのクエストにする？こと言っちゃったんだろう。お話しようって誘ったのは私なのに、自分から会話を拒否するって何なんだろう。言ってることとやってること全然反対じゃん。絶対嫌われたよ。もう会ってくれない。怖いのは事実だからしょうがない。時折私もゾッとする。うるさいバカ、せめて励ましてよ。そういう風に作ったのあなたじゃん。私に会いに来たってあんなこと言っちゃったのに、なんで？ううん、そうじゃない。理由は何にせよ会えたんだから、きちんと言わないと。私ごめんなさい、この前はあんなひどいことを言っちゃって。思い出だけを残したままお別れした方がきっと楽だって、そう思ったから。
嫌われたり怖がられたりしたくなかったからつい。だからまた会えて嬉しい。うん、本当に嬉しいよ私。しかもここで会えるなんて。ここ私のお気に入りなの。静かで綺麗でなぜかすごい落ち着くから。こんな偏僻な場所には誰も来ないと思ってたんだけど、あなたは来てくれたね。次からも何かあったらここで待ってようかな。よーし、約束だよ。約束だからね。ああもう、はいはい、わかってる。やるよやるよ、やりますよ。頑張っちゃいますよ。聞いてない。私はクラリス・クレイスだけど、いつかそれを言えるような未来が来るといいな。それじゃあまたね。綺麗だよね、ここ。澄んだ空に一面の銀世界。ツンと刺さるような冷たさもかえって心地いい。あ、私らしくないって顔してる。いいじゃん、たまにはこういうのも。私だって女の子なんだから景色に感動したりもするよ。まあ普通ではないけどさ。それにしても普通の女の子ってどういう感じなんだろう。感じで振る舞っていれば普通の女の子っぽくなるのかな。あ、うん、あ、こんにちは。私は元気だよ。いろいろお話聞かせてほしいな。そんなに驚くこと？失礼しちゃうな。私だってこういうのできるんだよ。でもまだいいかな。あんな風にほんわかしてると戦えなくなっちゃいそうだし。それに私がああいう風に振る舞える時っていうのはきっと平和になった時のはずだからさ。
平和になるその時まで普通の女の子はお預け。それまで取っておく。あ、師匠、久しぶりだな。全然会えなくてちょっと寂しかったんだぜ。座学とか聞いてるより師匠の話を聞いたり動きを見てた方が勉強になるんだよ。だから師匠、もっとたくさん俺に教えてくれよな。って師匠、どうしてそんな困ったような顔をするんだよ。もしかして師匠、どこか遠くに行っちまうのか。今度は図星って顔だな。なんだよ、せっかく知り合えたってのに。よし、じゃあ俺も師匠についていく。学校もやめる。もっといろいろ教えてほしいからな。アークスじゃないからダメって。じゃあアークスだったら俺を連れてってくれたのか。連れてってくれないだろ。俺だってわかってるよ、もともと無理なお願いだってことは。連れてってくれれば絶対に今よりもっともっと強くなって師匠の役に立ってみせるのに。よし、やってやる。すぐに師匠に追いついてやるからな。見てろよ師匠。どうしてこんなところに？ここも普通は来られない場所だよ。あなたには今更な指摘だったかな。お互いに真っ当じゃないんだね。私はね、この子のお願いでここまで来てるんだ。なんでもここにはフォトナーの遺跡があるんだって。その調査というか利用というか。この子が何なのか？さあ、私も知らない。それは知らなくていいことだから。この子の命令はいつも正しくて、私はいつもそれで助かってきた。だから別に知らなくてもいい。それで困ったことがないから、他のことは知らなくていいこと。きつっ。はあ、で、今までの私なら言ってたと思う。でも今は違うんだ。私はずっと話し相手なんて必要ない、ずっと一人で大丈夫って思ってた。でもあなたと出会って話すようになってからそうじゃないって分かったんだ。私はきっと知ろうとしていなかっただけ。アークスのこともこの子のことも私自身のことも。だから全部終わったらまずはいろいろ勉強してみたいかな。読んで話して見て歩いて、私がどれだけのことを知らないのか知りたい。はいはい、今度は何？え、アークスシップに？
場面。私急がなくちゃ。